こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいっこです。カルチョビットは始めていきましょう。今回はアジアチャレンジトロフィーの予選第1試合、イルザーガーセリ、こちらを行いたいと思います。力一応1番3チームの弱いはずです。勝率高いな。状態だけあって、スピード戦が繰り広げられております。マークが必要。サイド、さあチャンス、あ、ナイズを投げて入った。先取点、失礼します。フランカ・リバーズ先制です。さあ相手攻勢の同点に追いつかれた。チャンスだ。これに伸ばず、この試合は絶対勝っておきたい。前半もあとわずか。うまい。終了です。
試合実践しっかりと置きます。縦パスが引き上げる。これ交代枠を使い切りました。記憶を戦い、残り20分、これこのキックになる？なりません。ゴールキックです。最後くるみノーホイッスルあるかなと思ったんですけどね。残り10分、悪いですね。ピチャーボールをすごいフリーキック、ナイス。ちょっと無理か、相手の攻撃が速い、危ない。最初のタイム1分、勝ちました。先制したのはクランカリバーズ。7号高いですね。これでですね、勝ち点3になりましたね。
見えてきました。ということで、アジアチャレンジトロフィー初戦勝利を飾ることができました。次戦もご期待ください。次戦はミンソレ那覇です。昨年を6位ですが、ちょっと戦力ダウンしてるかもしれない。もちろんフラスコは健在ですが、勝つことが大事です。次回ご期待ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。カルチョビットアーのプレイリスト説明欄に URL ございます。ぜひご覧ください。説明欄にブログ、ツイッターのアドレスを記載してます。ツイッターフォローぜひお願いします。カルチョビットアーをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画で